万州区は中華人民共和国重慶市に位置する市、勝区重慶市中心部から北東へ3 7 4キロメートル離れた地点にある。かつては、四川省万県市という地球市であり、現在の万州区は万県市の市か区だった天城区、劉方区、五橋区が合わさったものである。万州区は、四川盆地の東園にあり、長江が流れる。区内は、山勝ちで、 最高地点は、広市市境の砂壺峰、最低地点は、木柏里の長江沿岸。長江の支流が多数区内を流れており、深い谷を形成している。温暖湿潤気候に属し、四季の区別は、はっきりしている。冬は暖かく霧が多く、夏は暑く乾燥しており、干ばつに悩まされる。秋は長く、日照に恵まれ、霜は下りにくい。 2018年時点で、の人口は164.75万人で増加傾向にある。都市部の人口は110.18万人。三峡ダムにより、故郷が水没した人々の主な移住先の一つであり、区内に住む三峡ダム移民は26.3万人に及ぶ。夏、院雷は、領州の地とされ、州雷には、友古国に属し、新大は、 ともえぐを試験の管轄とされた。満州地区に初めて県政が設置されたのは216年、五冠ご試験を分割し羊拠県を設置、県地を現在の長名田に設置した。三国時代は蜀による230年に南浦県が設置され、正義により魚泉県と北州により安号県、後に万泉県、598年には再び、 南浦県と改称された。619年、当庁は南浦郡を設置し、両山、南浦、武麗の三県を管轄した。627年に南浦郡は浦州と改称され、634年には満州と改称され、清島期まで添い州され、中華民国が成立すると満県選区に改変された。 1926年には軍閥を率いるヨウモリ、指揮下の軍により、イギリスの商船が万剣で打破され、これをきっかけに、イギリス軍法官が万剣市街を砲撃した万、剣事件が起こっている。中華人民共和国が成立すると1950年に、万剣船区は、投降職の管轄とされたが、1952年に、市川省管轄に変更となり、翌年万剣市が、 昇格市に昇格した。1970年、千区から地区に改変され、1992年12月11日に万県地区が廃止となり万県市が成立した。万県市は龍宝区、天木区、五橋区、及び海県、両平県、中県、雲陽県、宝雪県、富山形、府警県、白口県の3区8県を管轄していた。 1997年12月20日、四川省の地球市、重慶市が直轄市に昇格した。同時に同じく、四川省の地球市だった万県市は廃止されて、重慶市に編入され、重慶市万県移民開発区と万県区に改変された。翌年それぞれ万州移民開発区と万州区に改称された。2000年6月25日、 満州移民開発区が満州区に統合され現在に至っている。満州は重慶からは離れており経済的格差も大きく、しかも三峡ダム建設で市街地の半分近くが水没することになったため16万から17万人の住民が新市街地へ移転することになった。このため社会的混乱も大きく、重慶市とは利害が対立することもある。 満州区には、重慶市とは、独立した公安局、交渉局、税関などがあり、周囲の県を管轄する官庁もあり、重慶東部の中心都市となっている。下部に11街道、29鎮、重教に民族教を管轄する。ありがとうございます。